はい、今日のお店はこちら。ここは MRT シュアンリエン一番出口から徒歩5分くらいかな。地元の人たちに地味に人気のお店、冬の七草なずな水餃子が名物のお店のようです。おー、ピーク過ぎてるのにお客さんいるよね。水餃子といえば普通このガオリーツァイ、キャベツの水餃子と上ツァイ、ニラの水餃子が一般的なんやけど、これね、なんて読むのかわからんけど、冬の七草ナズナのことらしいですわ。へえ、これは珍しいね。っていうかそんな水餃子初めて見たわ。メニューはこんな感じ。ホナチョンハー総合3種類全部入ってるやつをもらいますわ。あとはキクラゲのスープ。へえ、これも変わってるよね。普通水餃子といえばサンラータンやけどね。メイヨチョンハー太陽タン、それからシャオツァイ。でシャオツァイも変わってる。キクラゲと豚耳の2種類しかないで。ほな豚耳もらいますわ。タレは自分で作る。酢が7に醤油が3、7対3の酢が強めの割合が個人的に吉。辛そうなラージャンも少し。ラー油も。へえ、もう2時過ぎやし、雨やのにひっきりなしにお客さん入ってくるね。こりゃ地味ながら人気のお店なんやな。冬の七草なずな水餃子。よっしゃ、ほな食べていくで。まずは真ん中のガオリーツァイ、キャベツの水餃子から。うん、おいしい。皮がすごいもちもちしててプルプルで弾力があって手作りって感じがするわ。中のあんもキャベツ本来の味がしっかりあって美味しいわ。よっしゃ、ほな上菜、ニラの水餃子。うわ、これうまいわ。ほら見てこれ、たっぷりとニラが入っておる。口に入れた瞬間ニラーって感じやわ。旨味と甘みもあって、ガオリーツァイもそうやったけど、このお店は素材の味をちゃんと生かしておるで。よっしゃ、ほなこのお店の名物、冬の七草なずなの水餃子。うん、おいしい。へえ、これは何とも言えない味わいですな。美味しいのは美味しいんやけど、そこはやっぱり味的にはガオリーツァイとか上菜の方が美味しいよ。それはただ体にすごく良さそうやなってのがわかるわ。なんというか薬膳的というか薬草的な味がしよる。これは好みが分かれるかもしれまへんな。よっしゃ、ほな豚耳のシャオツァイはどうかな。豚耳も癖があるお店が多いからな。うん、美味しいわ。ここの豚耳は全く癖がないわ。いぶしてあるんやろね。スモーキーな風味に絶妙な塩味に歯ごたえがコリコリしてて、これは美味しい。水餃子と同じタレにつけたらさらに美味しいわ。へえ、これ当たりやわ。よっしゃ、ほな珍しいキクラゲのスープはどないやねん。台湾のスープはお湯みたいに薄いお店が多いからな。お、おいしい。へえ、薄くないわ。ちゃんと味がある。でもちょっと癖があるかな。薬膳的な癖とキクラゲの匂いの癖があるから、これはちょっと好みが分かれそうなスープですね。キクラゲもたっぷり入っておる。キクラゲも微妙かも。なんかブヨブヨ感が強くて歯触りがちょい気持ち悪いかも。正直言うわ、やっぱり水餃子にはサンラータンやろがい。どうも。
ゾロです。はい、今日はですね、冬の七草の一つであるナズナワのね、水餃子のお店に来てます。珍しいですよね。ガオリツァイとかね、ジョウツァイ、キャベツの水餃子とかニラの水餃子とかはね、一般的なんですけど、ナズナの水餃子なんて聞いたことなくてね、まあめっちゃ珍しいんでね、ちょっと来てみたんですけど、まあ今2時ぐらいでね、ピーク過ぎたんですけど、お客さんいっぱいで、地味にすごい人気のお店なんやなと思うんですけど、これが一応ね、水餃子の3種類あるんで、ガオリツァイとジョウツァイとナズナ、中国語で何て読むかわかんないけど、それのまあチョンハ、総合ですね、ミックスしたやつと、あとまあキクラゲのね、スープがね、なぜかあるんで、あのサンラータンじゃなくてキクラゲのスープと、あとなんかチャオツァイでね、豚の耳があったんで取ってみましたけど、じゃあ食べていきたいと思います。じゃあね、まずはこの水餃子ね、ガオリツァイね、一般的なやつですね。じゃあこれタレにつけていただきます。うん、おいしいおいしい。生地がね、皮がもちもちでね、手作りって感じやわ。キャベツのね、ガオリツァイの歯ごたえも結構残ってて、ニンニクも入っててね、甘みと旨みがあっておいしいですね。タレがね、タレがおいしいわ。まあ自分で作ったんやけど、これなんかね、辛いなんかラー油みたいな、これ多分実家製なんかわかんないけどね、これがね、おいしいわ。じゃあ次ね、これどっちかな、ニラかナズナかどっちかわからんけど、ちょっと食べてみます。これがあのナズナってやつやね。日本でもね、冬の七草で七草粥で食べられるやつやけど、なんかとても健康にいいみたいですよ。女性の方はなんか生理痛とかにもいいみたいなことね、書いてあったと思うんで。味はでも、味は美味しいけど、やっぱりこう体にいい食べ物だけあって、そんなこう飛び抜けて美味しいってわけじゃなく、あ、体にいいやなっていう味ですね。なんとも言えない味やな。あ、やっぱその薬膳的なね、薬みたいななんとなく味がするんで、まあ癖がちょっとあるんでね、これは好みが分かれるかもしれないですね。じゃあこれ多分ニラかな、多分ニラやと思う。ジョウツァイって言いますけどね。いただきます。うん、ニラ、これニラうまいわ。見て、めっちゃニラ入ってる。これ美味しいわ。かじった瞬間ニラって感じ。うまい、美味しい。これタレがうまいな。じゃあこれね、キクラゲのスープね、珍しいよね。普通サンラータンなんやけど、水餃子といえばキクラゲがね、たっぷり入ったスープっていうね、こんな感じ。結構見た目はね、濁った感じのスープやね。どうかな、台湾のスープ水みたいに薄いとこ多いからね、美味しかったらいいけど。いただきます。おー、はいはいはい、あの薄くはないわ。ちゃんとあの塩味が効いてて美味しい。でもこれもなんかなんとなくこうちょっと薬膳的なね、風味がする。あ、これはちょっと好みが分かれそうやね。僕は美味しく飲めるけど、結構癖があるよ。キクラゲの癖かな、これ。ちょっとキクラゲ食べてみる。あ、めっちゃキクラゲやわ。これ歯ごたえがブヨブヨで、これも好み分かれそうやね。どっちかって言ったら、僕は苦手よりかな、もしかしたら。これ歯ごたえがちょっとブヨブヨしすぎて、ちょっと気持ち悪いというか、もっとこうコリコリしてた方が好きかな。これは好みが分かれそうやね。じゃあこれ豚の耳ね、豚の耳のシャオツァイもね、美味しいとこと美味しくないとこ分かれるからね。美味しくないとこ臭いんですよね。すごい匂いが臭いんですけど、どうやろう、豚の耳。おー、これ美味しいわ。臭みがほとんどなくて、燻製されてんのかな、なんかスモーキーやね。なんか塩味というかね、味がちゃんとあるわ。美味しい美味しい。じゃあこれちょっとタレつけてね、食べてみる。あー、これタレつけた方がうまいわ。水餃子と同じタレでね、つけて食った方が美味しい。豚の耳美味しいね。あ、よかったわ。結構量が入ってるんで、美味しくなかったら嫌やなと思ったけど、美味しいわ。これはスープはマジで好み分かれそうやな。餃子はあの見た目ではどっちがニラでどっちがナズナか分からないね。あ、
豚の耳美味しいわ。歯ごたえコリコリで臭みほんとないからいいわ。マジでこれいぶしてあるんよね。うまい。すごいわ。すごいよね。なんか特別なあれやって教えてくれたね。あ、そうやね、ほんまに特別やと思う。こんなんナズナの水餃子なんか見たことないもんね。すごいよ。もう多分2時半ぐらいなんやけど、お客さんまだまだどんどん来るわ。すごいね、人気のお店なんやな。知らんかったわ。すごい、あの路地裏のね、分かりづらいところにあるんでね。今のナズナやった。いや、ほんまナズナはね、珍しいけど美味しいっていうか、本当に体にいいなって感じやね。一番美味しいのはやっぱニラの水餃子かな。すごいわ、キクラゲがもうたっぷり入ってるわ。うんうん、いや、キクラゲはちょっと微妙やな、正直。いや、これ豚の耳美味しいな。ビールのおつまみとかね、お酒のおつまみにいいと思うわ。本当になんかコリコリしたチャーシューみたいな感じやね。これは美味しい。珍しいね、豚の耳でこんなに美味しいと思ったこと初めてかもしれないわ。ほら、なんかちょっと見た目もチャーシューっぽいよね。うん、美味しい。そうやな、スープは正直ね、サンラータンの方が良かったな、やっぱり。じゃあこれ最後のね、ガオリーツァイ、キャベツの水餃子。うん、美味しい。本当にあのキャベツって感じがするわ。なんか化学調味料のね、味が強いお店とかあるけど、ここは本当になんか素材の味が強い。ちゃんとガオリーツァイもキャベツって感じだし、上菜もニラって感じだし、ナズナはまあまあその本来の味は知らんけど、なんか体に優しいって感じやもん。薬膳的な味がするわ。豚耳すごいね、こんなにたっぷり量入ってるよね。30元やから100円ちょいぐらいなんやけど、これは値打ち合うと思うわ。ほら、豚耳完食です。美味しい、ほんと美味しい。これはマジで旨味とスモーキーさがしっかりあるから、白ご飯と一緒でも食えるわ。じゃあこれ最後1個ね、どっちやろ、ナズナかなニラかな、どっちかな、わからんな、見た目じゃわからん。うん、ナズナやったわ。はい、じゃあ水餃子もね、完食です。スープはね、ごめん、ちょっともう残すわ。水餃子もね、10個入って60円だからめっちゃ安いよね。いやー安い。皮ももちもちしてて、もう手作りって感じでね、美味しかったわ。ナズナの水餃子はね、ほんと珍しいんでね、ここでしか多分食べれないと思うんで、まあ味的にはそんなに美味しいとかそういうことじゃないんやけど、まあ健康にいいというかね、体にいい食べ物やと思うんで、まあまあまあ一度ね、経験試しにいいんじゃないでしょうか。あのそこにシャンリエンの朝市ね、観光で有名なね、シャンリエンの朝市もあるから、そこからすぐ近いからね、まあまあおやつ感覚にね、食べてみてもいいんじゃないでしょうか。はい、今日もありがとう、ごちそうさま。はい、食べてきました。世にも珍しい名物の冬の七草、ナズナ水餃子が入ったチョンハースエジャオは60元、約200円ちょいと相変わらず激安で、ガオリーツァイ、ジョーツァイ、ナズナの3種類の味が楽しめて、これは値打ちあると思いますわ。生地もプルプル、もちもちで美味しかったです。こちらも珍しいキクラゲのスープは30元、約100円と安いけど、個人的に微妙やったわ。やっぱ水餃子にはサンラータンやろがいって思わせた時点でアウト。これがもし仮に絶品やったら、普通水餃子といえばサンラータンやん。でもあそこの店はキクラゲのスープやねん、これがまた絶品やねんと、さらに唯一無二のお店になるというのに残念。豚耳のシャオツァイは30元、約100円ちょいと、こちらも激安で、スモーキーで塩加減が絶妙でたっぷり入ってて、これも値打ちあると思うわ。全部合わせて120元、約430円。安い。今回は2つ星。安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。